こんにちはーアカデミー堀秀です今日は EU 仕入れの報告3ということで,ですね EU 仕入れ EU を見て改めて、まあ、日本の素晴らしさに気づいたという、ね、ご報告です、まあ、日本はやはり素晴らしい展示場です日本で売れるものはアメリカでもアジアでもオーストラリアでも売れます商品探しは日本でしましょうというお話ですね えー、中国製品の、まあえー、通常の手順、まあ、タオバオとかアリババからね、えー、仕入れ代行会社を使って、門、まあ、から商品を探すとで。アマゾンで販売してみる。でロットが大きくなってきたら、EU や公衆など仕入れ場所に近いところに行って仕入れ値を下げるというね、えー、これがまあ普通の流れだと思うんですけど、 まあ今回、この EU にね、いきなりやってきて、ちょっとこのやり方はね、効率が悪いんじゃないかなということに気づきました。マンダラケと同じように、日本の実店舗を起点に探した方が効率が良くて楽しいです。これどういうことかというとですね、やはり興味が持てる商品で、これがいくらで仕入れられるかなという形で探す。でその時ね、タオバーアリバー号から探すってことは、すなわち中国製品を探してるんですけど、 まあそこで売ってるのはね、やっぱあまりにも品質が低くて、まあ、日本はともかくアメリカでもちょっとね、まずいというような商品が多いです。で、これはね、EU に来てもあまり状況は変わらないですね。まあ、なぜかというと、やっぱり EU に来てて、 まあ私たちがね、話をしてロットを聞いて注文できるかなと思うところは、やっぱりね、EU の中でもあんまりいい仕事をしているところじゃないというのがね、えー、言えます。まあ、考えてみりゃ当たり前ですよね。普通に検品が厳しい大手と付き合っているところは、EU みたくね、EU の普通のロット、まあ、大きくて5000ぐらいですけど、まあ、そんな数じゃないですよね。サンプルで5000頼んで、注文満単位というのがね、 通常の大手の注文なんで、まあ、品質がちゃんと管理できるところはね、そういう仕事をしてると、まあ、そもそもね、わ、え、り、ー、かし小ロットでやってるというのはね、あんまりいい品質じゃないというのがね、えー、そら、えー、見れども見れども品質低いところばっかでね、えー、品質低いというか、品質をチェックできるような、ね、体制になってない店舗ばっかで、まあ、そらそうだよなと。 ねえー、よく考えてみたらそういうことだな。下手したら、ね、EU に、ね、で店舗すら出してない可能性が高いと、えー品質。ちゃんとした品質のものを作れるところはね。えー、そういうのに気づきました。まあ、それなら日本の実店舗で儲かりそうな商品を探すとこれいきなり、ねえー、日本で買って儲かるという形で、ねえー、輸出するのはちょっと無理があるのでまず儲かりそうな商品を探して、えー、Amazon で販売してみると。 で実際に売れることを確認してから、えー、利益が出る仕入れ方法を考えると。まあ、それは中国かもしれませんし、日本の卸仕入れの場合もあります。まあ、なぜかというとね、最近、中国だとね、えー、人件費も上がってると。まあ、上がってますね。すごい景気ですもんね、えー。はっきり言って洋服の値段とかね、食事の値段なんて日本と変わらないです。で、日本と同じ品質のものをね、買おうとか食べようと思ったら、日本の3倍から5倍します。 そう考えたらね、ある程度の品質、品質のいい日本で仕入れた方がいいと。これメイドインジャパンってことだけじゃなくて、中国製品もおそらく日本で仕入れた方が品質のいいものが手に入りやすいです。あるいはそもそも品質の問題を考えると、タイやベトナムやインドネシアにね、もう生産拠点を移してる会社が多いんで、逆にそっちの方のね、商品を仕入れてるところを探す。あるいはね、そっちの方から仕入れた方がいいという場合もあります。 まあそんな形で、まあえー、中国にいきなり来てね、初心者の方が中国にいきなり来て、商品探しをしても、多分あんまう,うまくいかないだろうなと思ったのは、中国はね、えー、景気が良いです。EU は特に景気いいと。ねえー、中国で小ロットの私たちが値段とか品質がどうこう言っても全く相手にされないというのはね、もう本当に、えー、街中のレストランとか車を見てて思いました。 車はドイツ車と日本車だらけ。ドイツ車だってね、えー、ちっちゃな BM とかね、フ、え、ォ、ー、ルクスワーゲンじゃないですね、えー、ベンツのでかいやつとか、えー、ポルシアのカイエンとかね、えー、そういう、まあ、多分こっちで買ったらね、えー、4000万とかするんじゃないのかなという車が普通に走ってます。でさらに、まあ、これはもうね、えー、中国ね、やっぱり景気いいんだねと思ったのは、えー、新幹線、ねえー、ビジネス一等、 えー、2頭というふうに3つのランクあるんですけどいい席から先に売れてってね、えー、もう、あのー、最後の方は2頭しか空いてないと、ねえーまあ、私中国の祝日とぶつかったみたいでね、えー、いつだ1週間、うん、?1 週間前に余裕を持って買ったつもりだったんですけども二2棟しか空いてませんでした、ね、これね、えー、2頭ってね、えー、2000円ぐらい で、ビジネスは3000、えー、6000ぐらい。ね。約3倍の開きがあるのにビジネスから売れていくと。一方、日本。ね。まあ、グリーン車っていつも空いてて快適なんですけど、えー、実はね、値段って5000しか変わらないと。ね。5000ってこの比率に言ったらね、えー、3割増し。ね。普通席の3割増しだけど、グリーン車空いてると。ね。 バブルの頃私日本にいなかったんでわかんないですけど、きっとバブルの頃はね、えー、グリーン車が先に売れてたのかもしんないですよね。えー、タクシーがね、えー、六本木とか渋谷、新宿じゃ銀座、六本木、渋谷、新宿、タクシーが捕まらないと。ね。えー、金払ってタクシーをずっとね、待ち料金の料金払って待たしとくというようなこともね、やってたみたいですからね。えー、バブルの頃は違かったんでしょうけど、今や日本はね、えー、グリーン車は最後まで 売れ残ってるとね、えー、グリーン車しか空いてないのか高いけどしょうがねえなと直前だとそういう話になりますね中国だと、えー、2頭しか空いてねえのかまあ乗れねえよりもしからしょうがねえなというような感じですからそういうとこに行ってね、えー、1個売って、えー、10円とかそういう儲けしか出ないものをね、えー、せいぜい、えー 2,000個とかのロットなのにね、500個にしてくれませんかというようなね、交渉してもね、まともにやっぱり相手にしてもらえないし、中国ならではの仕組みとしてね、えー、うちの工場じゃやれないけど、じゃあ、えー、あそこだったら安くやるからあそこに頼んじゃおうかなと言ってね、メーカーが仕事を受けるということもあります。要はね、うちだとまあ、えー、100個中、えー、5個か10個しか不良品出ないけど、 まあ、そこだったらね、100個頼みは半分ぐらい、ちゃんとしたの来るだろうから、じゃああっちに投げちゃおうというようなね、注文のされ方をします。これが、まあおそらくね、えー、中国仕入れでサンプルは良かったけど、仕ロっトたら良かったけど、大きくなってね、値段値切ったら、えー、品質が途端に落ちたというからくりだと思います。まあそういうのがあるんで、えー、ある程度取引に慣れて、えー、来ないと、 EU に来てもね、えーまあ、そういう厳しい現実がわかるだけというような形になります。私の場合はね、まあ、商品そのものを見れば、ね、ある程度儲かる商品とか探せるかなということで来ましたけど、逆にね、えー、ああいう商品ないかなというのを、ね、探してたのが、日本だと見かけるんだけど EU だと全然なかったというのも結構ありました。それはおそらく、ねえー、EU にないようなメーカーが作ってると。 あるいはね、もうインドネシアとか、えー、バンコク、えー、ベトナムに生産拠点が移っちゃってる、えー、商品だというのがあるんで、逆に中国の EU に来てね、いきなり初心者の方が探すと、えー、競争の激しい、えー、不良品の多い商品だけから、えー、扱い商品を決めるということにもなりかねないんで、だったら日本でまず売れる商品を探して、 まあ次にそれを儲かる仕入れ先を探すという順序がいいかなというのを、ねえー、感じました。おもちゃだけじゃなくて、おもちゃ類とかね、オタク商品だけじゃなくて、他の普通の商品とかね、えー、そういうもんでも、まあ、日本の方が仕入れやすいと。やっぱり日本は、えー、仕入れ場所として最高だねというのを、ねえー、実感しました。そんな形で。 日本でじゃあどんな商品をどういうふうに探すか、まあ、その辺のこともね、これからマニュアルあるいは記事でまとめていきますけど、質問をもらってね、やり取りしながらの方が、より使えるマニュアルあるいは記事になりますんで、どういうふうに探すんだと、どこで探すんだというのがあったらね、どんどんご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。